イタリアセリエ A 伝統のミラノダービー、今シーズンは序盤第3節にしてその第1ラウンドを迎えます。本田圭佑、ダービー初先発のピッチに向かいます。こちらインテルのロッカールーム、クラブのレジェンドサネッティ副会長が選手たちを激励します。インテルの青、そしてミランの赤、ミラノそしてイタリアを2つの色に染め分ける伝統のミラノダービー。今シーズンはインテル開幕から2連勝、ミラン1勝1敗で迎えるゲームです。チケット完売、多くのサポーターがジュゼッペ・メアッツァミラノのスタジアムに詰めかけました。気温18度、天気は曇りというコンディションです。ゲームの解説は木村和志さん、アナウンサー内山俊也でお伝えします。木村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。レスの最高峰ホンダがミラノダービー初先発、そしてインテル長友はこの試合ベンチからのスタートになりました。ではこのゲームホームとなるインテルのスターティングメンバーをご紹介しましょう。長友のいないバックラインはファン・ムリーリョ、そして本来中盤のメドルがセンターバックに入って右のサイドバックはサントンです。そして中盤フェリペ・メロ、そしてペリシッチというインテルに加入したばかりの選手が今シーズンこのインテルでの初ゲームということになります。そして2トップは10番のヨベティッチがここ2試合、開幕から2試合で3得点、チームの全得点を叩き出しています。イカルディは昨シーズンのセリア得点王です。マンチーニ監督、指揮官に復帰して2シーズン目を迎えます。一方のミランです。ホンダが2トップの後方、トップ下での先発、木村さん楽しみですね。ねえ、やはりいいプレー見たいですよね。そうですね、開幕節では退場者が出た関係でホンダはわずか前半39分のプレーにとどまりました。2試合ぶりの登場、先発ということになります。バッカ、アドリアーノ、新加入の2トップがそれぞれ前の試合で1点ずつ取っています。かつてはインテルの選手、そして助監督も務めたミハイロビッチ監督が今シーズンミランの指揮官としてこのジュゼッペ・ミアッツァサンシーロにやってきました。ミランは赤をベースにしたサポーターのコレオグラフィーが見られています。さあ木村さん、はい、なんといってもホンダですね。ですね、まあ、トップ下で、まあ、どれだけのプレー見せてくれるかでしょうね。インテルとミランそれぞれリーグ優勝18回、チャンピオンズリーグも制したヨーロッパ屈指の名門のダービー。リーグ戦ではインテル68勝、そしてミラン61勝という非常に拮抗した対戦成績の中でリーグ戦185試合目のダービーマッチを迎えます。長友はこの試合ベンチからのスタート。昨シーズン長友と本田が同時にこのミラノのピッチに立った日本人対決が見られましたが、今日はどうなるでしょうか。トップ下での先発本田圭佑、代表から戻ってのゲームです。ジャンカロッキー、レフリーのホイッスルになってミラノダービー前半で始まりました。青と黒インテル、そして赤と黒ミラン。ミラン2番のデシーリは今日は今シーズン初めて左サイドバックでの登場です。右にアバーテ、左にデシーリョが入るミランの両サイドバックです。そして今日は中盤18番のモントリーヴが入ってきました。ホンダ圭佑を含めてミランはこの試合前の試合から中盤の4人が全て変わっています。まあ、中盤の4人ということはそのチームのやろうとしているサッカーが出てるわけですからね、はい、いきなり4人とも変えるっていうのは、ね、まあ、ミランから言いますと前の試合ホンダ今日初勝ちです。前の試合で勝ったもののその試合の内容にはかなり不満を残していたミランのミハイロビッチ監督です。このゲームはインテルホームで行われるミラノダービー。デシーリョバックラインから2トップを走らせます。アドリアーノ、バッカ、新しいミランの2トップです。ボナベントゥーラがプレスをかけてきました。アントネリ、一方のインテルは開幕から2連勝でこのゲームを迎えています。インテルの2勝はいずれも試合終了間際にヨベティッチの決勝ゴールが決まって勝ち点6を挙げています。44番、この試合がインテルでの初出場ペリシッチです。
アドリアヌからバッカへ。21番は右のサイドバックインテルのサントルです。サントル、そしてこのメデルが最終ラインに入っています。171センチと小柄な選手ですが、今日はバックラインに起用されています。左サイドバックに、まあ、本来はセンターバックタイプの、まあ、そしてセンターバックに新加入のムリー。調子のパスをカットしてミランのチャンス、仕掛けるバックの仕掛け、アドリアヌいてスピードだとハンドロビッチ、好セーブ、ビッグセーブを見せました。立ち上がりミランのビッグチャンスでした。いきなりミスからですからね。そうですね。センターバックのロリーのパスをカットしてミランのビッグチャンスを使いました。昨シーズンのこの両チームのダービー、2キロまでという結果でした。We've said before when the Roberto Mancini returned to Inter, always entertained the Mancini sides, and sometimes at the back. Iran 20 番のアバーテが右のサイドバック、27番キシカが中盤の右、そして10番ホンダはトップ下、そのホンダに入る。ディフェンスに行ったのはフェリペ・メロ。Back in Italian football.つないだインテル、ヨベティッチに入る、ヨベティッチはそのまま勝負か、いや、ラストパスを狙う。リバウンドが戻ってきてヨベティッチ、サイドバックのサントン、グアリンが右サイド開いて、速いクロス入ってくる、クリアしたミラン、新加入のフェリペ・メロ、元ブラジル代表、2010年のワールドカップのメンバーです。同じブラジル人プレイヤーのファン。ここは9番のアドリアヌの戻ってのミランのディフェンス。サポートストライカー、そう、but he's allowed that freedom to drop back into バッカのディフェンス。奪えず、メデル出てきました。ランナーが中盤プレイヤーです。サント。ペナルティエリアに4人入ったインテル、グアリのクロス、跳ね返したミラン。セカンドボールに対してアドリアヌですが、またインテルボールになる。前向いたヨベティッチ、狙ってきた。いいボールです。2試合で3得点のヨベティッチ。立ち上がりの部分、それぞれにシュートシーンがありました。インテルとミラン、インテル closing up that midfield area, winning the ball high up the pitch. このシーズンインテルに加入しましたヨベティッチです。great start from both sides. ミランを率いるミハイロビッチ監督、かつてのユーゴスラビアの代表、そしてインテルのマンチュー監督は元イタリア代表。まあ、この両者は実はこのイタリアのサンプドリア、ラツィオでそれぞれ選手としてプレーをして、そしてマンチーニ監督がインテルを率いた時期にミハイロビッチ監督がコーチ、助監督として務めたという、同僚であり師弟関係とも言える間柄です。今日ホームのインテルのこのところの成績をご覧いただいています。マンチーニ監督のと3連覇があって、モーリーニョ監督がその後2連覇、5連覇がありましたが、その後5シーズン優勝から遠ざかっていて、ここ5シーズンでこのマンチーニ監督も含めて7人いいですね、監督になっているというインプルです。マハイロビッチ having to work with a completely new set of players。 立ち上がり5分経過。Very, very pleased with the front two back and Luis Adriano. Back, back, to get up. Ah, ball got it. Just a little bit late. Three or four points. I don't know about that. Really, I don't know about that at all. There's a ball over the top there, and back up strong. Let's have a look again. Ah, Medeiros back. Just a nudge in the back there. Definitely sure that the referee is on the ball. Strong, direct. Second by Icardi, covered by Zapata.中盤フェリペ・メロ、ボナベントゥーラ、今日はボナベントゥーラ、モンドリー、中盤、さあいいボールが抜けてきましたが、アドリアの来る、ダンダーサポートに入っていきますが、そのままアドリアの打っていきました。まあ、これもね、シュートコースはね、なかったですね、最後のところ。バックが出して、そしてホンダもサポートに入っていって、全くホンダを振り向きませんでした。
Murillo back there with that sliding challenge. That's a last-ditch challenge. It was a dangerous challenge as well. Did enough to put Musafir on the ball. Great shoot by Baka. He's Adriano. ボールもっとシュートのシュートですかね。ラインの裏を狙っていったインテルのボールです。ここまで木村さん、さほどホンダがボールを触る機会はありませんが、まあでも試合の展開としてはもうミランの方が前に出てきてるかなっていう感じは受けますけどね。今シーズンのミランはサッカー、ブリアンの2トップ、そしてトップ下を置くというフォーメーションに変えます。竹間さん、本田でいうと昨シーズンまでは主に右サイドのウイングというプレーが多かったんですが、まあ、本来ねトップ下やりたい選手ですからね。あそこで結果を出していく、いかないとね。確かに本田自身が自分の居場所とまでこだわるポジションに入って両チームのシュートシーンをご覧いただいています。ミランにもエントリーのチャンスがありました。それだけ本田にとっては厳しい視線が注がれる今シーズンということになります。開幕節でセンターバックに退場者が出た関係でホンダが交代を余儀なくされるというゲームでした。そして第2戦のエンポリ戦は出場の機会がありませんでした。ホンダがあっと右足で入れてきました。サポートがあります。もう一度ホンダに来る、左足に持ち替えてそのままクロス上げて、ホンダの位置出ました。First ball on his weaker right foot. Baka there getting stopped. Handanovic wasn't he wanted to stop. Handanovic throwing the ball away, showing his competitive spirit early on. This is one that we're lacking as well. You're talking a lot of things that we were lacking last season. That was another thing at times as well. Finally, Honda getting into the game. First ball to the right foot. Weak one. The second one just chipped in there. Handanovic. This is like coming up pretty easily. He's drifting out of position. Playing in his4人のバックライン、そして中盤はひし形、下がり気味の時には4バックの前で3人の中盤が来るフォーメーションです。まもなく立ち上がりの10分です。指揮官が意識を決めて今日は高いボールがあるでしょう。ライン内に柔らかいボールだ。グアリもね今よく動きを見てましたけどね。ヨベリッチ、そして新加入のフェリペメロ、この試合が久々のセリアードのゲームです。グアリン浮かせる、戻ってきました。アバートのカバリング、ボレーで狙ったのはペルシッチです。ドイツのウォルフスブルクからシーズン途中での加入です。この立ち上がり以降、両チームの代表選手は、まあ、ほとんどが中3日、中4日で代表のゲームを終えたばかり。さあミランにはこの人が戻ってきました、マロペッティ。リバプールから戻ってくる形で前節もベンチ入り。脇村さん、マロペッティの復帰に関してはミランのサポーターからも賛否両論があったそうですが、なかなかね、まあ、同じ自分なんかちゃんと振り蹴らして回るかどうかですね。そのホンダのディフェンス展開しました。ホームのサポーターから大きな拍手、サントンにわたる。デシーリョ、デシーリョのディフェンス、まだライン割っていません。立ち上がり10分経過しました。ミラノダービー、イカルディが開幕戦以来戻ってきました。インテルの影響はパラシオ、リャイジョブ、マナイといった攻撃というのがベンチに控えています。さらにはミロゾビッチもベンチ、インテルも前の試合から4人ほど変えてきています。ホンダのディフェンスかわす、しかしすぐにミランも戻ります。ミランは開幕戦フィオレンティーナに敗れて、第2節はエンポリに2対1の勝利、ここまで1勝1敗。ちょっとミランにアクシデントがあったでしょうか、あるいはインテル両チームにアクシデントがあったでしょうか。少し早めにリザーブの選手の動きが見られました。
インテルは開幕節アタランタに1対0、そして第2節は昇格組のカルビに2対1の勝利で開幕2連勝、ただいずれもヨベティッチの終了間際の決勝ゴールという際どい展開でした。秋村さん、この両チームは今シーズンヨーロッパでのカップ戦の資格がない、ちょっとファンにとっては寂しいシーズンであることは間違いないですが、それだけにこのセリエや国内のファンのタイトルにかける思いは強いはずです。今日は大会の最後は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 今日は大会の最ミランにファウルがあって、このポイントからのインテルのフリーキックです。低いボールをメデルに預けてもう一度ヨベティッチに戻す。左サイドバックのファーム、長いボールを送ってきて、これだけに反応、インテルの方が先に入ってきた。いいクロスきた。ニアサイドに待っていたのはイカルディです。前線で待つアドリアン、そしてホンダはもう前にいます。そのホンダにボールが出る。ホンダがワンタッチ、はたいてバッカの仕掛けと戻りました。メデルの対応ですが、そのボールをカットしたデシーニョ、タイムのクロス、ターンしてボダベントゥーラ、後ろからモドリもミドルもありますが、いい展開。サイドバックのアバーテ、ホンダは今密集の中、アバーテ振り切った、速いクロス、ただインテルはその前に人手をかけて守っていました。ミランの攻勢、アバーテ得意の攻撃参加でしたが、インテルボールに変えます。He's looking for that, wasn't he, really? There's Hrucka. A neat turn inside the box. He hurdled the challenge there. Guarin. Two strikers staying for in the middle. He went wide rather than remaining in the middle. ボナベントゥーラ溜めて、ホンダへ少し浮いてしまったが、右足で狙っていきました。ホンダのダービーマッチの初シュートでしたが、外れたコースを見てインテルのサポーターからはブーイングです。いや、しかし木村さん、本人にとってもいよいよ来たダービーマッチの初先発、気持ちが入ってるでしょうかね。右足は期待できないね。クロスもありました。今ミドルのシュートもありました。ホンダの右足。ここまでの15分、牧村さんどう見てますか。ホンダですか。はい。まああのね、いい動きはねしようとしてるんですけど、ボールが出てこないですよね。はい。してますよ。動きはね、はい、3人目の動きとかもね、いいところへ出ていってるんですけど、ボールが出てこないですね。おっと、ここは際どいボールになって、ここダベントゥーラゴールキーパーの位置を見て狙っていきました。ここまでの15分ですね、開幕節を見た限りでも、木村さん、このバッカ、アドリアーノという2人がホンダとコンビネーションを何か考えるというタイプが見えますか。どうですかね、まあホンダ自身もこう使うっていう選手じゃないですからね。インテル中盤にスペースがあります。コンドビア狙っていきました。インテルの左サイドの中盤のプレイヨーです。ヨベティッチはかなり下がってボールを扱いますが、そのワンツー気味に入ってきたヨベティッチ、そこは許さずモンドリーゴ、そしてホンダに出る。ホンダにすぐにフリテネロが蓋をしますが、ボナベントゥーラに預けて、ボナベントゥーラの突破からスルーパス、ミランのビッグチャンス、アドリアーノ戻りました、ワンが戻りました。
サイドバックのファンのカバーリング。見応えのある攻防でした。defense is all over the place. Milan have got to make more of these situations there. Again, Luis Adrian had a look up. One who shoot on the right foot when that was a left footed effort. He should have had there. Luis Icardi going down wasn't fouled at all. But three presentable chances for Luis Adriano. Really, he should have had to.A goal to his name already. The chances for Milan falling to the Brazilian in the counter back up. 昨シーズンのセリアの得点王です。22ゴール上げました。右サイドのスペースに突っかけます。今度入ってる。ブロックされました。先ほどはいいカバーリングを見せました。ヘルセルバックのファン。この突っかはスロバキアの代表です。Very concerned through the center. Long throw. Felipe Melo playing. 準備に入りました。バート、ボールを引いて、それほど長いボールはありませんでした。アドリアーノに預けて、カバーに入りました。Felipe Melo。そしてイカルディへ。Perisic。Some ball. From Icardi。44番が新加入のペリシッチ。少し遅れたタイミングでサントンが上がっていました。長友にとってはポジションを争うライバルです。21番右サイドバックのサントン、そして左サイドバック、マンチーニ監督になってこの左サイドバックで起用されているフアン。アバートのディフェンス、ボールを失わずインテル、サイドを変えるグアリン。スローブルドアップフォーメンター、狙っていくかどうだったのか。まあ、相手にも当たってましたね。ミランは両チーム無得点、それぞれ肉チャンスはありました。ガリアーニ副会長、ミランの評価最高責任者、その前にシェフチェンコさんですね。かつてミランのエースストライカーで活躍したウクライナ代表。ディフェンスに当たっていてコーナーキックに変わっています。インテルこの試合最初のコーナーキックです。ヨベティッチが入れて速いボールが曲がってくる。ミランクリアしました。セカンドボール、フアン、アドリアンのディフェンス、長いボールが来る。オフサイドポジションにいたプレイヤーがプレーに関与しました。まもなく前半の20分です。木村さん、両チームについてはここまでの20分どう見てますか？徐々にインテルがボールポジションを高くなってきてますよね。はい、まあ、序盤はミランが、かなり前線から来てましたけど、まあ、やっぱりダービーらしいですよね。そうですね。185回目となるリーグ戦のダービーマッチです。もうその回数だけでもすごいですよね。しかもインテル68勝、ミラン61勝と非常に拮抗しています。それもすごいですね。レベルトゥーラカップインしています。テリティネルのディフェンス、しぶといディフェンス。しかし手が入ったようでファールを取ります。ロズネリ、この83番がフェリペ・メロ。2010年のワールドカップのブラジル代表の準々決勝オランダ戦で退場したというプレーヤーです。セネッティ副会長の姿が見られました。インテル、ゴールキーパーインテルのハンドノビッチ、この J リーグでプレーするノバコビッチ、ズラタンとともにスロベニア代表でプレーしています。さあ、ホンダ、この試合の初フリーキック 36m。ちゃんとね、フリーキックでも結果出さないとね、はい、距離、角度ともに直接は少し難しいところではありますが、本田の選択はどうか。ターゲットに5人入っているミランです。ラインを高く上げているインテル。現時点ではミランのプレーヤーは全てオフサイドポジションですが、駆け引きがあって入れてきました。先に触ったインテルです。ただこぼれ球がモントリーボ、浮かしてきた。ディフェンスにも当たっている。際どいボール、イカルディのクリア、後ろからミドル、まだあります。本田、モダベントゥーラのミドルがありました。チャレンジャーフォンサントン、ノーフィスです。カウンターに入るインテル、かわす
ス、手が入った。ちょっとこれはヨベティッチに対するプレーは微妙でした。あーバーケ、カウンターを止めようとしたプレーがおそらくスケールがワンダフル、ヨベティッチ。バーケは今シーズン初戦の出場になります。Players here haven't. He's come out with that attitude. It's a derby game. No one's going to get past me, and that almost a rugby tackle there. Ah, 最初の足が入っていてもイエローカードだったかもしれませんが。まあ入れ替わられるとね、決定的なチャンスが作られましたからね。今。ミランの本当にモントリーグも今シーズン初先発です。今日は中盤の4人、前の試合からそっくり変えてきたミランです。サントンがフリーキック、この位置から蹴ってきました。対空時間の長いボール、アバーティが競り勝ってモントリーグへ。中盤の右サイド、2日セルバキア代表はトファン・ジェズースとのマッチアップでした。Again, there's an excellent opportunity to take the ball forward. First touch let him down completely, and knew he was going to commit the foul because there was a lot of space for Jesus to run into. Got ahead of the Mucha. Well, so far, so Milan creating the better chances. Inter probably constructing more.本題に対してはフェリペ・メロ、必ずポジション的にはこの2人がマッチアップします。かわした7番コンドルビア、1回の裏決まるところ、オフサイド取れたのかどうか、ちょっと遅れてフラッグ上がりました。昨シーズン22得点のイカルビ、前の前でドローなんですね。試合前に少し痛みを訴えて2点を出しましたが、前半早々に交代、前の試合は出場しませんでしたイカルビ。エリアンが流して、そしてホンダ、ペリシッチ、球際が徐々に激しくなってきました。モントリーMore fads at the skill factors, skills like that. Just a little touch. And then the dummy there, from the opportunity as well. Inter home で行われている今シーズン最初のミランダービーです。このところミランもタイトルから遠ざかって、ややこのミランダービーが色褪せた感が否定はできませんでしたが。この第3節で、まあ、ダービーマッチが行われるのは何か珍しい感じがしますが、大体11月あたりに第1戦があって、4月そして5月に第2戦というのが多かったミランのダービーですが、今シーズンはシーズンの序盤に実現しています。ヨベティッチ、ホンダのディフェンスと足に入りましたが、まだあります。アドバンテージを見ている、グアリに来た、グアリに飛びシュート、最初のタイミングで打てたかどうか、ちょっとね遅れましたね。まあ、最後は中根からのシュート狙いましたけどね。この瞬間に打ちたと感じですが、Exactly. That's what we're talking before. That direct approach from Milan is working. But when you've got to construct things, it's not happening. Season 6 得点を挙げます。Really giving the ball away. You really didn't want to leave it back in there. Wanting the ball, keeping it moving. And but in just one thought, his mind once he got inside the area, he's never going to cross the ball into the six-yard area. 走ってきました。インテル、ニアサイド、ミランクリア。セカンドボールメイド、フランから逆サイドに今サントンが回っています。ペリシッチ、もう一度ヨベティッチへ、ターゲット3人、低いボールを跳ね返すミラン。とグアリントのワンツーですが、ラインに割りました。インテルで5シーズン目を迎えています。スキルの right moment, the right part of the pitch, and that certainly wasn't it. It's better ball though. いいボールが入りました。待っている。イカルディでした。倒れた。イカルディのファ
ルコでしょうか。サパタとのマッチアップ。Remembered for his spell at Juventus, a very unsuccessful Juventus. He was given the blame for a lot of things that 伝統のミラノダービー、キャプテンマークをつけての登場です。イカルビ。まだ長友のウォームアップをカメラ捉えていません。初ジャンプのミラノダービーで、キャプテンマークも巻いた長友佑都です。ボナメントゥーラ。浮かせたボール、いいタイミングで入ってきました。もう一度ボナメントゥーラ、足が入ったが、プレーオンです。ファールを取りませんでした、ロッキーレフリー。Rightfully so, their two players just going for the ball, weren't they? And over the top, and another shot quickly off the side. Was closing in on it. They're trying to make progress. Abate on defense. Inter に foul ありました。あ、セーフ。2日のディフェンスです。2日。しかし、a strong physical player. Cross it.そして5番のファン、ちょうどポジション的にもマッチアップする関係です。ファンが先ほど一度倒れていました。左のサイドバック、まあ、長友にとっても、このファンもまたポジションを争うライバルの一人。控えメンバー見ると、インテルはかなりサイドバックのプレイヤーが多いんですよね。長友のねポジション争いね厳しいですね。このポジションでいうとテレス、モントーヤ、ダンブロージオ、そして長友がサイドバックの選手です。まあ、長友の場合は右も左もできるという利点はありますが、まあ、ダンブロージオも同じようなタイプの選手です。今シーズンのインテルはヨーロッパのカップ戦がありませんので、まあ、このリーグ戦、そしてイタリアの国内のカップ戦のみ。なかなかポジション争いが厳しいところになります。前の試合で長友が途中出場したんですが、その途中出場したところから失点につながったということで、そのあたりのマンチーニ監督の評価も厳しいものがあるのかもしれません。デシーレクラ、バッハイ、ホンダの前でカッテ、それでワンタッチでつなぐ。ただカバーリングに入っていますミラン。あっとファンは戻りそうです。左サイドバック、ややまだ足を気にしながらではありますが、ファン戻りました。レシーリオ、もともとは右利きです。タップインから右足をシュート。ミランの中ではこのレシーリオがいわゆる現役のイタリア代表です。ヨーロッパ選手権の予選にも出場していました。まもなく前半の30分、両チームまだ無得点。昨シーズンのミラノダービーの第2戦も両チーム無得点でした。長友、アップ始まりました。ファンも少し足を気にしています。ヨベキッチです。イカルディへ、そしてアドリアーノへ。今シーズンのリーグ戦の試合は前の試合の1試合のみ。長友もワールドカップ予選2試合を戦ってイタリアに戻って、それはこのホンダも同じ、埼玉、そしてイランのテヘランで戦ってこのミラノに戻ってきました。くっつか、ホンダターンする、左足に持ち替えてカットインしてきて狙っていった。左足のミドル、本田圭佑、今日2本目のシュート。そしてすぐにディフェンスに入る、ファールにはなりましたが、ちょっとフェリペ・メロを本田に対して熱くなりました。いかがですかこのミドル。まあ左足はねいいシュート持ってますけどね、はい。まあ、ただその本田の左足に対する警戒心もちろんどのチームにもあります。ちょっと足元に入りすぎたか、ファールを要求するインテルのプレイヤーですが、Holding on the ball.
Bogdanovic signing a contract extension. Wanting to leave. As he sees Inter. Now Bakka が右に開いています。そのバッカからボールを奪いました。今度はビア。イカルディが叩いて、ゆっくりとフェリペ・メロとサントへのボールをアドリアーノがカットしました。ウクライナのシャフトアールから今シーズン加入しましたアドリアーノ、今度に入る。ただまだ前の枚数は今ゆっくりと9番アドリアーノが入っていったところ。バックからボナベントゥーラ、サイドバックのデシーリオ、もうワンクッション入れてバックが下がってくる。と足が入って倒れるバッカ、しかしプレーオン。とまだバッカ倒れている。ミランはどうしますか。まだプレーは続けるか。とりあえず打っておくのか。ボナベンドゥーラ、浮かせたボールに靴か。ボールに行って Saw there Felipe Melo giving the ball away very cheaply, trying to play the ball outside of the boot. Seeing that Jovetic overrunning it. Easily on that occasion. There needs some movement inside the box. From Jovetic, this time. They see the obstacle. Milan players, long ball over the top. Adriano. From Van Jesus, clears for a handball. Spotted by the ref. Again, the long ball forward. Bouncing up definite handball. チャンピオンズリーグでもゴールを量産した昨シーズンでした。この7番はインテルの中盤、フランス人プレイヤーのコンドグビアです。フランス代表。そして審判員のフェリペ・メロ、サドリアーノ、サントリー、ゴールデンオプチュニティーエーリーオン、ワンクッション入れて縦パスを狙っていきましたが、ちょっと合わなかったですね。Nobody's trying too much, isn't he? They're not the same. The same wavelength. They're not the same. Attempted shot. Here's by Medel. Bagger falls dramatically inside the box. 残り10分です前半. Bonaventura. Get Bagger. Bagger. 挟んで奪う. Inter. ちょっと手が入って大きいです. In favor of Inter. Romagnoli. Romagnoli. Going either way, really. ローマが保有権を持っている選手ですが、若いセンターバックです。フロントフェッチャーはミランズウェイ。ちょうどこのバッカ、アドリアーノ、本田が三角形を作る形のミランの前線です。Jesus looks to go over the top. That's where you feel the goal might come from. Stake at the back. I want to say that. So that many a time in a derby. There's a yellow card. Referee. He starts his little sprint and Mr. Rocky. He's going to brandish the card. Juan Jesus. Even coming round to the ref. Inter にとってこの試合最初のイエローカードです。Let's have a look at
again. Well, it's a definite yellow card there. 接触プレーで少し足を痛めるシーンもあった不安にイエローカード。長友が出やすい環境は整えつつあります。A high tempo. Overall, I think Milan would be the happier of the two sides at the moment. Once again, giving the ball away cheaply. Space now for Perisic. Perisic going to be a bit wide game. Again, his cross is poor from the right hand side. クロスは跳ね返しているミランです。What do you expect from Freddy Guarin?Sort of sorts, isn't he? クロスの精度はあまり良くないですね。ですね。Should be content that he's in the team. He needs to stand out as well in this midfield. Change a lot of options in there. He has to battle for his place. スペースにアドリアーノ。ここでポイントを作って2人3人入ってきましたミラン。Support there was there at all. Very stretched the play from Milan. The midfielders aren't really supporting the front two. They're getting the ball in positions, but no one to pass to. Bad. It's crossing the ball. Milan. 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 Stops the ball with his heel. Important moment that. Juan Jesus standing his ground. He's got turned back inside. And the other moving man on the outside. So Jesus was wary of that. To the right. He's flying. Out of nothing. Crafted the opening goal. Absolutely. As you say, out of nothing. Here's one end. Turning back inside and at the other. On the left foot, well struck and not far wide, was it? Standing off there, Milan. Jovetic letting one fly. Diego Lopez would have been beaten there. Any closer, I don't think he would have got to that. Excellent effort. Best chances coming from Jovetic for Inter. Luis Adriano for Milan. Closest to breaking the deadlock. まもなく前半の40分です。スコアは動かないまま。前半の終盤を迎えています。本田先発出場、初めてのミラノダービーの先発。インテル長友はベンチから戦況を見つめています。本田は今右サイドのスペースへ。And then, Freddy Guarin on the right hand side. His crossing's been poor from too far out, too flat. He's cleared away.第3の動きなども見せているホンダですが、なかなかパスが、そして人が近くに来ないという印象が拭えません。まあ少しね、コンディションが良くないのかなっていうかね、ボールを止めたりするのをちょっとね、遅れたりしてますよね、はい、ワールドカップ予選で2試合プレーしました。時差を伴う移動がどうしても日本代表の場合は、We're not really fouls. Players looking for fouls, trying to break up the rhythm of the play. アフガニスタンからは中4日、イランで行われたということで、日本よりは多少時差は少なくて済みますが、とはいっても、まあ、中東を経由しての長い移動があってのこのゲームです。ホンダ。そのホンダが。Kuchka's come into the game more, playing more, coming away from the wing. Honda's gone out wide now. Kuchka's been more of an influence in the centre, can get involved, make the challenges. He's got neat passing and a good physical presence as well. その space にサントンと、ここはデシーリョがいいディフェンスを見せました。サントン、パスのせそのままスピードを上げて、相手エンドに入ってきました。フェリペ・メロ、手が出てしまったが、ノーホイッスルです。バッカ、スピードが上がる、ホンダ、もう一度バッカへ。あれもね、ちょっとプレーが遅いんですよね。モンドリューフォーラーセーグネス、フリーキックフォーインター。ホンダッツでこう、オプチュニティフォーノーバラップのライトハンドサイド、ホンダはウェイティングフォーサンドアライビング。多いですよね。イメージそのものあるのかもしれませんが、まあ、それに体がついていかないようです。Jesus, the regular, has
campaign. He's in the starting lineup. Ranocchia on the bench. Vidic on the spot completely. This stud showing from Onda. He's going to get a yellow card. That's a rare occurrence. Honda getting booked for a foul. Honda. Let's look at that again. But he's not really a left back, so he doesn't offer anything going forward in the sense of a left back linking up the play. It was a challenge of players not used to making challenges, let's put it that way. Studs showing like that. Good midfielder go in, keep the studs down, win the ball strongly. Definitely. A player like that, Nigel De Jong, who always wants to play. Goalkeeper was flat there, straight. Little touch. Stepping in well there. He's got to play the ball short to Montolivo. Bit more pace from Inter. With four players going into the box, finally a bit of pace. Hardy getting involved as well. But it came again from a poor touch. Abate this time. Just from Milan are coming forward. They're losing. Definitely getting back on that side. Offside against Jovetic. From Medel. That is elementary mistake. Absolutely, isn't it? There. Don't give the ball back. The player's running out from the corner. It's going to be offside. Medel. Probably say he's been pushed in the back there by Desilio when he pushed into the pick in the pass. 表情にも見えますマンチーニ監督。こちらミランを今シーズン率いるミハイロビッチ監督、ともにチームメイトとしてあるいは指導者として同じユニフォームを着たシーズンになった両者です。監督として当然このミラノダービーということで言えば初対決ということになります。45分経過、前半のアディショナルタイム1分です。今度はミランのセットプレー。まだ距離は 40m 以上あります。前半最後の勝負をかけてくるのかセットプレーのミラン。バックラインから選手も上がっていきました。13番のセンターバックロマニオーリも上がっていきました。グラウンダーで入れてワンタッチ入れるボナベントゥーラ、クリアしました。インテルセカンドボールにホンダですが、あっと遅れてプツカがいきました。ホンダも今ディフェンスに戻ってきました。10番抜けてきた、オフサイド、取れたのか、取れたのか、これ読んでした。ビッグチャンスでした、インテル。しかしゴールを決めることはできず、1分が過ぎようとしています。ラストチャンスか。クロスに対してミランの選手が入りました。ここで前半終了。The half-time whistle, Richard.Well, really, Italia Serie A, Inter should have been going into the break. Honda がミラノダービー、look at that. Again, who's the man playing him onside? という展開でした。皆さん前半の印象いかがでしょうか。まあダービーらしいって言えばダービーらしいですね。やはり両チーム負けたくないようなゲームしてますね。
ミラン、ホンダ右足左足のミドルシュートがありました。そしてインテル長友は後半ベンチから出場の機会を伺います。ではここで BS ニュースをお伝えします。BS ニュースです。この時間にお伝えする主なニュースです。茨城県常総市で鬼怒川の堤防が決壊するなどして広がった浸水被害について、国土交通省は24時間体制で排水作業を進め、今週中にも終えたいとしています。アフガニスタンで反政府武装勢力タリバンが刑務所を襲撃し、収監されていた150人余りの戦闘員を逃走させました。先月首都圏で発売された新築マンションの戸数は前の年の同じ月を 23% 余り上回って2ヶ月連続のプラスになりました。茨城県常総市で鬼怒川の堤防が決壊するなどして広がった浸水は広い範囲で続いています。平坦な土地で排水しにくい上、排水路に土砂や瓦礫が入り込んで流れにくくなっているためだということで、国土交通省は全国から集めたポンプ車を使って24時間体制で排水作業を進め、今週中にも終えたいとしています。関東北部を襲った記録的な豪雨で、茨城県常総市では鬼怒川の堤防が決壊するなどして市街地など広い範囲が浸水し、国土交通省は全国からポンプ車を集めて排水作業を進めています。国土地理院が上空から撮影した写真をもとに解析したところ、浸水面積は最大でおよそ40平方キロに及び、その後排水が進んでおとといはおよそ15平方キロと次第に小さくなっていますが、昨日も10平方キロと浸水が続いています。浸水が続いている原因について国土交通省は、浸水している地域の標高は堤防が決壊したところよりも5メートルほど低く、平坦な土地で排水しにくい上、排水路に土砂や瓦礫が入り込んで水が流れにくくなっているためだとしています。国土交通省は全国から集めたポンプ車40台を使って24時間体制で1分間に1400トン余りを川に排水していますが、作業にはまだしばらくかかる見通しで、今週中にも終えたいとしています。同じく川の堤防が決壊した宮城県大崎市渋井川では、昨日夕方までに決壊した場所に土を盛る作業が終わりました。一方、宮城県内では被害を受けた田畑が7200ヘクタール余りに上り、稲や大豆などに大きな被害が出ていることが分かりました。大崎市では長ネギの畑も水に浸かる被害が出ました。全部もうネギの先端がもう見えないくらいまで水没してしまいまして、もうちょっとどうしたらいいか本当に何も分からない状態ですね。また栃木県でも特産のニラやイチゴが水に浸かるなどの被害が出ていて、農業への被害は少なくとも19億円に上るとみられるということです。今回の豪雨で少なくとも190棟で床上や床下が浸水する被害が出た宮城県大和町では、住宅に流れ込んだ泥水などが健康に影響を及ぼす恐れがあるとして、1000件分の消毒液を用意し配布を始めました。このうち特に被害の大きかった前の下地区では、町の担当者が地区の区長に箱に詰めた消毒液を渡し、区長が一軒ずつ家を回って使い方などを伝えていました。いろんな病気とかそういうものをないようにしていきたいなと、やはり消毒は必要かなとこのように思いますね。政府軍と反政府武装勢力タリバンとの戦闘が続くアフガニスタンで、タリバンが刑務所を襲撃して収監されていた150人余りの戦闘員を逃走させました。戦力を補充して政府側への攻撃を強める狙いがあるとみられます。アフガニスタン南東部のカズニ州で
昨日、銃や爆弾で武装した男数人が刑務所を襲撃し、警察官と銃撃戦になり、警察官4人が死亡しました。また、地元の州政府によりますと、この銃撃戦で刑務所に収監されていた350人余りの受刑者が逃走し、このうち150人余りがタリバンの戦闘員だということです。事件の後、タリバンが声明を出し、犯行を認めました。アフガニスタンでは去年アメリカ軍を中心とする国際部隊が戦闘任務を終えてからも各地で政府軍や治安部隊とタリバンとの間で戦闘が続き多数のタリバンのメンバーが当局に拘束されています。タリバンは今年7月最高指導者のオマル氏が死亡していたことを発表しましたが新しい後継者に選ばれたマンスール氏の正当性をめぐって内部で対立が続いています。タリバンとしては刑務所の襲撃で組織の求心力を高めるだけでなく今回逃走させた戦闘員を戦いに復帰させて政府側への攻撃を強める狙いがあるとみられます。先月首都圏で発売された新築マンションの戸数はこれまで低調だった都市部以外の地域で大型のマンションが発売されたため前の年の同じ月を 23% 余り上回って2ヶ月連続のプラスになりました。民間の調査会社不動産経済研究所によりますと東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県で先月発売された新築マンションの戸数は合わせて2610戸で前の年の同じ月を 23.7% 上回り2ヶ月連続のプラスになりました。地域別に発売戸数を見ますと売れ行きが好調な東京23区が前の年の同じ月より 12.8% 増えただけでなく神奈川県が 2.3 倍余り千葉県でも 2.4 倍余りと大幅な伸びになりました。新築マンションの発売戸数は円安や人手不足によってコストが上昇し販売価格が値上がりしたことで特に都市部以外の地域では購入者のニーズと合わず減少傾向が続いていましたが大型のマンションが発売となったことで全体を押し上げました。不動産経済研究所は再来年に消費税率が 10% に引き上げられることを見込んで開発業者が都市部以外でも大型のマンションを手掛け始めている現れではないかと話しています。豪雨で大きな被害を受けた茨城県常総市の避難所では避難している人などに温かい食事をしてもらおうと隣のつくば市に住むスリランカ人らがカレーを振る舞いました。カレーには鶏肉やゆで卵が添えられ野菜の付け合わせとヨーグルトも用意されました。避難している人たちは心のこもったカレーを味わっていました。うれしい。中はおにぎりばっかりですよ。本当に美味しいです。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価はご覧のようになっています。東京市場の株価は昨日の終値です。続いて気象情報です。今日の天気です。石垣島地方は午前中は雨や雷雨になるでしょう。西日本は広く晴れますが天気が下り坂で夕方以降は九州南部を中心に雨の降るところがあるでしょう。東日本と東北は日中はおおむね晴れる見込みです。今日の予想気温です。最高気温は昨日と同じぐらいで平年並みのところが多いでしょう。西日本と東海は28度前後になりそうです。午前中の降水確率です。石垣島地方は 50%、 那覇は 30% になっています。午後は鹿児島で 50%、 那覇は 30% です。北海道から東海にかけての週間予報です。明日水曜日は関東甲信と東海で曇りや雨になる見込みです。木曜日は東北や北陸でも雨の降るところが多くなり、金曜日は広い範囲で天気が崩れるでしょう。近畿から南西諸島、西日本は水曜日と木曜日は各地で雨が降るでしょう。金曜日は晴れ間が戻る見込みです。
BS ニュースをお伝えしました。まもなく2時になります。イタリアセリエ A 第3節に迎えたミラノダービー、ミラン・ホンダが先発出場した前半でしたが、ミランもインテルも得点なく後半を迎えようとしています。木村和司さんの解説でお伝えしています。長友、インテルは後半もベンチから戦況を見つめることになりそうです。前半のデータですが、インテル7本、ミラン5本のシュート、ポゼッションはインテル 53% という前半でした。まあ、木村さん、完全にディフェンスを崩しきったという形はあまりなかったようにも思いますが、まあ、両チームともディフェンスの意識高かったですね、はい、後半が始まりました。本田引き続きトップ下でのプレーとなります。アドリアーノに当てて、そして本田がサポートに回ろうというところ、そのアドリアーノに対するファールを取りました。後半の立ち上がりにミランがセットプレーのチャンスを迎えそうです。前半一つフリーキックがあったホンダ、ただ直接ゴールを狙うには少し遠い距離、そして角度です。この場面はどうでしょうか。マロテッリもウォームアップを始めているミランです。距離36メートルあります。ジュゼッペ・メアッツァ、ミラノは雨が降り出してきました。9月13日日曜日夜のキックオフのゲーム。さあ、少し長めに助走を取ったのはホンダです。ホンダが入れてきました。インテル跳ね返して、そしてカウンターへ。前線に残っていたのはヨベティッチです。両チームとも前半と同じメンバーで後半が始まっています。フリーキックを蹴ったホンダがすぐにディフェンスに戻りました。後ろからグアリンのミドルか。ボラベントゥーラからディフェンスに戻っていたホンダです。前半のミランのシュート5本のうち2本がホンダのミドルシュート、右足そして左足とありました。イエローカードも前半のうちに受けているものです。では後半のメンバー、そしてフォーメーションです。インテル 4-4-2、 ディフェンスラインの前に新加入のフェリペ・メロ、そしてトップ下にこれも新加入のペルシッチがあります。ヨベティッチ、そしてイカルディ、今日はイカルディが得点マークをつけているインテル。インテル長友は後半もベンチから先頭を守ります。ミラン右サイドの中盤、クツカのクロス少し長すぎました。追っていく70番バッカ、ボナベントゥーラのサポート、そして本田はもうペナルティーエリアの中にいますが、ボナベントゥーラからボールを奪ったインテル、グアリンのディフェンスからマイボールにしました。右の開いたヨベリッチ、センターバックサパタのディフェンスかわして、サイドバックのフワン上がってきた、早めのクロスが来る。ミランの後半のフォーメーションです。 4-4-2、 ホンダトップ下、今日はデシーリを左、アバーテ右のサイドバックです。アドリアーノ、バッカの2トップ、それぞれ新加入の2トップが前の試合で1点ずつ取っています。13人が前の試合からそっくり変わっているミランです。という中盤を変えてきたミランですが、木村さん、中盤を変えた効果、ホンダも含めてミランの前半どう見ますか。うん、まあ、今のところそんなに出てないですね。はい、ツートップのどちらかに当ててそこからの展開ですが、ディフェンスに入るアドリアーノをそこで許さず、ノーファールでボールを奪いましたインテルです。牧野さん、後半のホンダに期待するところどんなところですか。じゃあね、見てるとプレースピードっていうか、ちょっとプレースピードっていうか、ビッグダービー、プレースピードっていうか、イタリアンフットボール、先ほど、あなたのプレースピードっていうか、ビッグイタリアンゲームズ、デビューのビッグアリーナ。
移動の中で時差の中でもあって、まあ、疲労も蓄積されてくる時間帯ではあります。逆に言うとこういう時間帯に何ができるか。Champagne sort of play there. It's a loose pass. My ball is missed. Mira, Honda, right side. There he is. So he did it. Yeah, he did it. So Honda, you picked the penalty area. The back. Was back up. Free the position. He came. So in front of the shot. So from the middle, he came. So Montolivo. Honda wide. Missed the shot on goal from Montolivo from a position more advanced. The stands around us as well. The fans are really keen. There's been one goal.
しいバックの、まあ、この強さがありますミランに少しずつチャンスが訪れているという状態です。ステップアップステップアップかえって幸いしたような際どいボールになりましたが、ハンドルしっかりとビエルロペス、まあ、最後はねよくボールに当てたなっていう、ね、プレーでしたよね。コーナーキックです。インテルのチャンス、ピンチが続いた後に迎えたインテルのセットプレー、ゴール正面ヘディングシュート、ネリンのヘディングシュート、オーバーラップを投げるファン、中を選択、ホンダもディフェンスに来ますが、ここはオフサイドポジションにいました。分かっていました、ヨベティッチ。後半10分経過、ヨベティッチ made his run too soon. See there trying to pedal. Milan knew what they were doing there. All coming out of the line, that's much better. 当時がかなり盛り上がる瞬間が後半の立ち上がり、それぞれに訪れています。ホンダのキープ、ボナベントゥーラ狙ってきた、こぼれたところにホンダ、アバーテのオーバーラップ、いいボール入ってきましたが、サイドで3分の1ありませんでした。ミラン、シーズンのいい時期にはバーティー、ホンダの2戦にコンビネーションしているのがあったのですが、今シーズン、ホンダはトップサブのプレーです。フォワード、ホンダは can gamble if you like and come in field a bit. That's it. プレスをかける。とバックパスにする。そこでさらに、Big panic, wasn't it? Got away with that.なんとかパスをつなぎました、インテル。ネベルがつないで3本。そしてグアリニエ、グアリニエ、シーショットが2つ。グアリニエ、ミドルターン、強烈、決めました、インテル先制。グアリニエのミドルシュート決まりました、後半の13分。いいシュートでしたね。なんかね、リカルディがこう動いて、シュートコースを作ったような形になりました。インテル、グアリンのミドルシュート、まだ余韻に行くと、グアリンゆっくりと戻っていきます。前半はね、右足のクロスのせいでは特に良くなかったんですけどね、左足いいシュートでしたね。レオンです。1点を追いかける立場になりました、ミラン。センターバックに入っているメダル、171センチのセンターバック。As I said, Inter's home game, they have the majority of the fans, but Milan need the quick response here to silence that. メデルがホンダへ。Furia from the Inter
そしてゴアリンが逆にマークに入る。かわしたミラン、クロスクル。エリケ・メロがディフェンスラインに入ってのプレイカルディの動き、今度はボールが来る。そのバロテッジが戻ってきて、もうホンダはキッカーの位置にはいません。ホンダはターゲットの中に入っていきました。ボレダマちょうどペナルティースポットのあたりにホンダがいます。バロテッジファーストプレーはいいボールだった。後ろに流しました。クツカがニアサイドから後ろに流していきましたか。少し、ね、当たったんですけども、もう少し角度が変わればね、はい、そして、まあ、誰か触ってくれればという、うん、そのポイントにアドリアンがいましたが、触ることができずに、まだインテル、グアリンの上げた1点、追いつくに至りません、ミラン。まあ、ただ、この点で両チームともこうゲームが動いてきたという ね、 そうですね、動きも、ね、良くなってましたね。バロテッディ、アドリアーノの2トップになって、そしてホンダがトップ下という形になりそうです。そのホンダ、しかし何かをやりそうなミラン、バロテッディと投入、見てて面白いですね。ホンダが見てて来ないで forward in midfield. Felipe Melo using his muscles against Balotelli. Felipe Melo gets a yellow card. Don't do that to Mario Balotelli. Let's have a look at that again. I think Felipe Melo just stepped in as he always makes his challenges. Ready to ignite at any moment, especially with Mario Balotelli on the pitch again. Let's have a look again.先ほどとほぼ同じ位置、ニアサイドで一度フリーキックしたのが先ほどのプレー。今度
ドはソメイへ、先に触ったインテル、セカンドボールはしかしミランです。ボダメントゥーラフェイントを入れて上げてきた、クツカがホンダが2人飛び込んでいきましたが、しかしハンダのビッチのところの中、マルコッティが入るとセットプレーヤー、ホンダはターゲットへと役割を変えていきます。And really the way Milan are playing, Inter, all they need to do is not give away free kicks. Milan aren't really constructing anything. Too many touches on the ball. Here, there should be a player coming in inside looking for the ball. Felipe Melo's defense. Felipe Melo steps in. Yellow card over there. This time, the number 45 who gives away the free kick.今シーズンの初出場です、バロテリ。何かただでは終わらなそうなこの2人の雰囲気です。後半にスコアを動きました。ドライビングボールでインテル先制。イタリア、同じセリアのジェノアから今シーズン加入しました。靴がというところでしょう。フランは前半から接触プレーで何度も倒れてましたので、そろそろマラドーナ出してもらいましょうか。ね、イエローカードも受けていますし、ただ生まれているのはマラドーナではありません、インテル。パラシオの姿もありますね。何はカウンターアタック、That's not going to happen now because Inter going to sit back and get the goal. マンチーニ監督がトルコのガラタサライを率いていた時にチームに所属していたペレス、左のサイドバックでプレーする左利きのプレーヤーですが、長友ではありませんでした。おそらくペレスは同じポジション、このファンのポジションに入っていくと思われます。同じブラジルのプレーヤーです。内はまだこの1人だけです。12番が左サイドバック、新しく入ったペレス。ミランのコンタクト、ペリシッチを倒したプレーがファウルになりました。Simmer here for Milan. Got to keep it cool as well. に当てて、本田抜ける、入れ替わって右足サイドクロス来た、しかしディフェンスがありました。センターバックムリーレの対応でした。インテルが最後のところキレがないっていうかね、ちょっと遅いですね。今も簡単に合わせられましたね。
そしてインテル、パラシオが入っていきます。リードしたインテルが2人目の交代です。このセットプレーでそのまま言えるんでしょうか。This delivery from Balotelli, Zapata, who's Adriano. Kutska is dangerous. This is a good shot. Again, comfortable enough. Here's another former Inter player ready to come on for Milan. ミラン、おそらくポーリがクツカのポジション、中盤の右サイド、ミラン、バルテリ、アドリアーノのツートップ、そしてトップ下にホンダ、インテル2人変えて、長友は依然ベンチという状況です。 サバタから1点追いかけるミラン、アバーテ、アドリアーノ、先ほどホンダが裏を狙うシーンもありました。バロテッリが少し下がって何かポジションを入れ替わるような形も見えるミランの前線です。ホンダとバロテッリ45番の関係です。ロソネリ ホンダに寄るかわす、アバーテ引きつけてサイドを変えます。もう一度動き直しました。ホンダは今左サイドに動いて、今裏を取ろうとしています。かなりホンダの動き変わってきましたかね。役割が少しね、トップしたというよりはむしろ前線に
ートを取っていきます。そしてその最終ラインの裏を狙おうとする動きが目立っている本田、今向こう側のタッチライン沿いにいます。フリーになった本田に出る、バルテッリにマークついていますが少しマークが外れた。本田からバルテッリ、バルテッリ一人かわしてミドル来た、ポストに当てた、すごいボールでしたね。ダブルタッチからのシュートですけど、スピードもね速いですし幅がありますね。フリーキックは2つありましたがシュートはこれが初めて。ミランに戻ってきたバルテッリ、そしてミランはチェルチが準備をしています。もう2人変えています。昨シーズンは右のウィングでホンダとポジションを争った形になったチェルチ。後半33分、インテルが後半の13分グアリのゴールでスコアを動かしました。その後はしかしチャンスの数自体はミランの方に多く訪れています。コントビア奪われない、3人が囲む、まだマイボールにする、アドバンテージをインテルに見ています。ペリシッチからもう一度コンドグビア、クロスを送って跳ね返したミラン、こぼれ球がバルテッリへ、そのままスペースを狙ってアドリアーノを走らせる。あ、センターバック、コロンビア代表のムービーリョ、ちょっとアバーテ接触プレーでプレーを止めてほしいというアピールですが、ただ1点追いかけるミラン、ここはプレーは切りません。ホンダ動く、そこに出る、追いつけませんでした。さあチェルチはポジションとしてはホンダプレーも考えられますが、ミハイロヴィッチ監督の選択はどうか。先ほどのポストを叩いたバルテッリのミドル、昨シーズンリバプールではわずかワンゴールにとどまっていたけれども戻ってきましたバルテッリ。ただアバーテはそのままプレーを続けています。20番残り10分、今シーズン最初のミラノダービー第3節にして両チームの対戦となりました。チェルチはもうタッチライン沿いで準備、ホンダ受ける、しかしフェリペバロ、今日はフェリペメロが終始ホンダの前の壁になっています。また今ホンダは少し下がった位置、アドリアーノにも通らず、守備の意識がかなり高まっているインテル、モントリーボ散らす、ボロベントゥーラ下がった位置にバロテッリ、グアリンのディフェンス、グアリンを制して制してファールを奪いました。急ぐバロテッリ、アントグアリンとバロテッリ、グアリンが少し余裕があります、笑っています。君のことはよく分かっているよと言わんばかりのグアリンの表情。あ、ミラン3人目はホンダです。チェルチが投入されます。皆さんホンダ後半35分までのプレーでした。まあ、今日はコンディションが悪かったですよね。一つ一つのプレーがちょっと遅かったですね。バロテッリ、そしてチェルチ、攻撃のカードを切っていく中でホンダピッチを後にしました。さあその前にミランはセットプレー、2本フリーキックをこれまで切っているバルテッリ、3本目狙ってきた、すごいシュートが来ました。いやしかしハンダノビッチもよく触りましたね。シェッピンエフォルトフォンマリオ・バラテリになってましたけど、そしてこのキックはバロテッリが蹴りません。ターゲットに入ってボナベントーラのボールが来た、バロテッリが待っています。その後ろからもう一度ボナベントーラに流す、
中にターゲット5人います。今度はボナメントゥーラ、アサイデン投げて、ミランに立て続けに訪れるセットプレーのチャンス。The central defender's up there. You can leave Barty back. He's got the pace. さすがの存在感を見せているバルテッキ。インテルのサポーターにとっては何ともいい相手ということになりますが。ニアサイド。いやまだ小さいボナベントゥーラつなぐ。ただオフサイドポジションにほとんどの選手がいました、ミラン。ミランは3人の交代を使い切りました。ホンダが3人目の交代、ピッチを後にしました。インテルは交代枠もう1枚残しています。長友は依然ベンチ。これで日本人ホンダ長友が同時にピッチに立つということはありませんでした。今シーズンのミランダービーの第1ラウンド、足をつらすペリシッチですが、変わりそうです。このポジションですとちょっと長友の投入が難しいというペリシッチ。もうダメだという、変えてくれというメッセージがありました。お互いに誇りをかけたミラノの両雄、インテルとミラン。また役者が一人戻ってきました。ロテッリという役者が戻ってきました、ミラン。まあ、よくも悪くもね、そのやっぱり見たい選手ですよね。ですね。何かをやってくれそうな。気につけ、足気につけということもあるかもしれませんが、さあペリシッチ下がります。準備をしているのはセンターバックのラノッキアです。これで木村さん、かなり守備に気を抜いた形になりそうですね。まあ、時間もないですしね。インテルの数少ないイタリア人プレイヤーの一人、ラノッキア入って最終ラインにいます。で、17番のメデルもまだ最終ラインにいますので、おそらく5バック気味になりそうなインテルです。メデルのインターセプト、そしてもうあとは前で攻撃、クニスまで行ってほしいというベンチの願い。まもなく後半の40分に差し掛かります。願わくば時計の針も進めてほしいという中でクロスきました。まあ、ミランはバロテッリ、アドリアーノ、そしてチェルスというフォワード3人がおそらく前にいるということも考えてのディフェンスの投入です。インテル、マンチーニ監督。このチェルチが右サイド、センターバックムリーヨの対応。今シーズンスペインのグレーから加入しました新戦力です。Firm fan favourites, isn't he? And his commitment and covering. He and Miranda to rock solid second defence. 戻ってきた昨シーズン、その復帰第一戦がこのミラノダービーでした。昨シーズンのダービーは2引き分けという結果、決着はつきませんでした。今シーズンはここまでインテルがリード。追いかけるミラン、チャンスになった、アドリアーノ、2人で囲む。1人センターバックが増えています。His confidence boosted as well. ルビーリョ、そしてラノッキア。厚みを増すセンターバックのカバーがありました。ただミラン戦、コーナーキックのチャンスです。バルテッリはリュッコとペナルティースポットの後方にポジションを取っています。左手を上げたボナベントゥーラのボールはそのバルテッリのところに来るか。ボールが見えたということでしょうか。45分が近づいてきた。ロッキーレフリー、時計もちらちら見ながらのレフリング。インテル勝てば開幕3連勝、ミランは1勝1敗で迎えるこのミラノダービー。ここまでリードを許しています。インテル共に交代枠3人を使い切りました。インテルの長友はこのゲーム出場はありませんでした。どれだけ追加時間落とし込みが残されているか。まもなく45分が今過ぎました。残り5分、まだミラニスタは希望を捨てる時間ではありません。
インテニスタにとってはちょっと長めのアディショナルタイムになりました。追いかけるミラン、左サイドポイントを作ってバロテンリスルーして、ボダメントゥーラ入ってミドル打ってきた。昨シーズンはチームで2番目に多い7得点を挙げたボダメントゥーラ。今ミランは昨シーズン16点を挙げたメネスが戦列を離れています。アディショナルタイムはまもなく1分が過ぎようとしています。さん、後半見てきてミランの方がチャンス自体は多かったかなという展開ではありますが、ボールポジション高いですよね、はい、少ないチャンスを生かしてインテルがリード。しかしチェルチが右サイドで仕掛ける。インテルの選手に当たっていたかどうか。コーナーキックです。急ぐミラン。センターバックコロンビア代表のムビーリョ。マルテンリはもう密集の中、今日好セーブを見せたハンナドビッチ。チェルチが入れて先に触ったインテル。センターバックに入ったやメデルのクリア。マルテンリがディフェンスに入る。インテルボールです。後半途中ミランに復帰して復帰初戦となるバロテッリ。ミドルシュートがポストを叩く場面がありました。左サイドバック途中使用のペレス。サパとの対応、イカルディに倒れましたが、大ホイッスル。ファールではありません。まだ3分近く時間があります。ミラン、マロテッリに入る。マロテッリこの位置から、この位置受けて2人3人来る。ファールを誘う形になってミランに急ぐ。もう一度しかしロッキーが今やり直しを指示。途中出場の氷、元インテルの選手。チェルチはレフティーです。右サイドに持っていって、そのまま足が伸びて倒れる。フレームの行方はどうやらミランのフリーキックということになりそうです。3分過ぎます。ミランにとって残された時間が徐々に少なくなっていきます。守るインテル、まとめはバロテリー自ら蹴ります。セオリーで言えば合わせる回転のボールですが、バロテリーの選択は速いボールが来た、曲がってきた、こぼれる、トーナメントゥーラープレッシャーもあって枠に持つことはできませんでした。この瞬間にインテルのサポーターがインテルしたから大きな歓声。残り1分余り。インテルに復帰して初めてのダービーの勝利が近づいてきました。青と赤に分けるこのダービーマッチ。今日はホームのインテルリードのまま、アディショナルタイムの5分が近づいてきた。追い詰められてきましたミラン。もう1秒も惜しいミラン。それが分かっているパラシオの行為。まだフリーキックです。One of those situations where Inter just want to disrupt the play. Now the referee is going to have to just calm the things down and probably add another 30 seconds on to the 20 we have remaining. And the stare there from Mihailovic, but ことごとく跳ね返してきましたインテルのディフェンス。They cannot find the equalizer. Another free kick, another set piece to try to find an equalizer. 助走を取っている間に5分が近づいてきた。ミランもおそらくラストプレーか。もっと後ろからという指示があってもう5分過ぎた。おそらくラストプレーになりそうだ。
でこのゲームをお伝えしていきました。まず前半の3分、相手のミスからミラン、アドリアーノのシュートですが、ゴールキーパーハンナノビッチの好セーブがありました。本当に序盤はね、ミランが本当に前から来てましたよね、はい、15分のプレーです。ミラン、ボナベントゥーラキープして本田へ、トラップは浮いて、そして右足のミドルシュート。今日トップ下でミラノダービー初先発の本田、今度はこのポイントで受けて得意の左足に持ち替えてカットインしてミドルシュートがありました。前半本田シュート2本というパフォーマンスでした。両チーム無得点で迎えた後半の13分、グアリンがキープ、イカルディがこの動き ですね、シュートコースを開けましたよね。そしてこれもコースといいスピードといいね、いいシュートでしたね。インテルが均衡を破りました。しかし終盤はミランにチャンスがたびたび訪れて、バロテッリの名刺代わりの復帰、ミドルシュート、しかしゴールにはならず、さらにバロテッリ直接のフリーキック、枠を捉えていましたが、ここもハンダノビッチの好セーブにあってミラン無得点。インテル1対0の勝利を飾りました。さあ、この後第4節ですが、インテル、ミランともに開幕2連勝という好調のキエゴ、パレルモをそれぞれ相手に迎えて、さらに6節以降は木村さん、昨シーズンの上位のチームとの対戦が続くんですね。まあ、両チームとも、ね、厳しい相手ですよね、はい、ただインテルにとって開幕3連勝、ダービーを制して、はい、弾みがつきそうな開幕3連勝、ミラン立て直しが望まれる展開となりました。では今節のこの他のゲームをご覧いただきましょう。開幕から連敗スタートとなったユベントスがキエーボと対戦しました。開幕2連勝と好調のキエーボにわずか5分で先制を許します。まあいいシュートでしたね。いや、しかしユベントスどうしたのか、ブフォン呆然、得点が奪えないユベントスは後半開始からポグバを投入、主導権を握って攻め続けますが、キエボ守備陣に阻まれ追いつくことができません。まあ良くない時はね、入らないですね。それでも後半38分、クアドラドが倒されペナルティーキックを獲得、ジバラが決めて同点としますが、このまま試合終了。王者ユベントス3試合勝利がありません。セリエア第3節、その他の試合結果です。開幕から2連勝を飾ったトリノ、サスオーロ、パレルモは引き分けです。ナポリはエンポリと引き分け、開幕から勝利がありません。サンプドリア対ボローニャ戦は悪天候のため延期となりました。その他の試合はご覧の結果となっています。では第3節を終えての暫定の順位表です。インテルが木村さん、はい、3連勝勝ち戦9でトップに立ちました。やっぱりね、この中にダービーが入ってるっていうことは大きいですよね。そうですね。そしてキエーボ、トリノ、サッソーロとなかなか好調なスタート、ユベントス3試合で勝利がないという、まあ、ある意味波乱のスタートとなりました、まあ、木村さん、出場機会がなかった長友についても一言いただけますが、まあ出てほしいですよね、はい、まあ、サイドバックの選手層がかなり厚くなってますので、なかなか難しい状況でありますが、そして本田についても一言お願いします。まあ、今日は、ね、疲れがあったのか、まあ、一つ一つのスピードが遅かったですね、はい、ま
トップ下で結果が求められるホンダ、4節以降の立て直しにも期待したいと思います。インテルがミランを破ったゲーム、木村和司さんの解説でお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。エアレース世界選手権、前回は日本の室屋選手が3位表彰台と大活躍。第6戦はオーストリアスピールベルクです。 F1 サーキットの上空で繰り広げられる世界最速の戦い、エアレース世界選手権第6戦、 BS1 で21日夜9時です。エアレース、BS